こんにちは、原町接骨院久松です。今回は止まらないしゃっくり、簡単に止めるたった一つの方法ということでお話しいたします。はい、今回ね、しゃっくりを止める方法をご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたはしゃっくり簡単に止めれるようになるはずです。ではお話しいたします。はい、しゃっくり。しゃっくりって、横隔膜の痙攣で起こるんです。一般的にしゃっくりの対策としては、水を飲むとかね、息を止めるなどが有効と言われております。ただね、水を飲んでも、息を止めても、そういったことなどで収まらない場合ってあるんです。そういう時の方法が、舌を引くんです。舌を引っ張る。これを30秒引っ張るんです。そうなることにより、神経が刺激されてしゃっくりが収まるんです。これは内科のね、ドクターが開発した方法で、決して私が当てずっぽで言っている方法ではないのでご安心ください。ではこの詳しいやり方です。しゃっくり止まらないときに舌を引っ張るんですけども、素手で掴んでも滑って、引っ張れません。ですからタオルを使いましょう。タオルを使って舌を掴む。舌を前に引きます。こういう形で30秒舌を引っ張ってみてください。これをやることにより、あなたのしゃっくりは止まっていきます。ちなみに私の妻がしゃっくり止まらない時があって、この方法で一発で収まりましたんで、ぜひぜひ止まらないしゃっくり、舌を引っ張ってみてくださいね。そしてこれをご覧のあなたが、しゃっくりが止まらない以外でもね、自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを改善させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は、自宅でできる遠隔整体をやっております。私の自律神経の整体や遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄ご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時以降にご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を募える遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。